いや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 、着きましたよニューヨーク、ジョン・ F ・ケネディ空港。僕実は4回目ぐらいなんですよね、ニューヨークの。4回中4回この空港です。来たぜ。ちょっとアナザースカイっぽくやってほしいですよね。そうそうアナザースカイか、プロフェッショナル。うん、プロフェッショナルね。あれ系か情熱大陸系で行ってほしいですよね。いや、やっぱニューヨークの空見るといろんなことを思い出しますね。去年の当日の空も青かったな。明後日かこの予想行きかこの予想行きか。やっぱ無理があるね、無理がある。いやでも実際真面目な話すると、来る前とかもずっと考えてたんですけど、僕大食い王に出て有名になって、いろいろあってこういう感じになってますけど、3年前ぐらいとかもうニューヨーク行くとかなんてもう夢にも思ってなかったし、ホットドッグの世界の舞台戦うなんても思ってなかったし、そもそもこんなにね、こういい環境になるとも思ってもいなかったんで、ちょっと未だにちょっとどっか信じられない部分はあるんですよね。なんか自分であって自分じゃないみたいな、すげえ不思議な感覚になるんですよね。すげえ思います。なんか2015年の時のテレ東の大食い王に出させてもらって、でなんかこうそれこそパスポートをね、本戦に出場になるから、じゃあパスポート取ってきてって言ってパスポート取るぐらいの海外と無縁の人間だったし、変な話も今余裕も全然なかったんで、昔はいろんな意味でこうなんかやっぱ考えるところがありますよね。なんかね、アメリカ楽しいっす。日本ってフードファイトが出るもやっぱ大食いなんですよね。でその大食いってものは綺麗に美味しくなんか楽しく食べるみたいな感じな、だからエンターテインメントなんですけど、求められるものが。だけど僕がやりたいのはまさにこのアメリカのやってるフードファイト。だからもう綺麗とか汚いとかじゃなくて、いやそんなのに気使う暇あんなら 1g でも多く食べろみたいな。で日本だとバーって食べると、いやもう米こぼしてるからみたいななるんですけど、こっち逆でガーッてこう拾ってると、いやもうこぼしたのなんか後で集めて測りゃいいんだからもっと食えよみたいな、そういうノリなんですよ。でお客さんもダイレクトにそういうノリだから、やりたいことそうじゃないですか。だから汚く食おうがギャーやるとうわー盛り上がるんですよ。うわーとかマックスやとか、なんかもうなんていうの、自己主張も強いし、その辺がねものすごい居心地いいんです。アメリカ来ると毎回住みたくなる、アメリカに。あと何でも物でかいじゃないですか、いいっすよね。まあ態度もでかいけど、アメリカの人今うまく落ちました今うまく落ちました落ちました。待ってますか。今何してますか。今普通にね、シュプリームで買い物して、なんかこう道をねガーってこうなんかこのブルックリンのウィンドショッピングしてて、でウーバーを待ってるんですよ。ただ待ってるだけなのにね、うちのプロデューサー兼ディレクターとカメラマンさんの悪質な指示により、このランジェリーショップの前でね撮ってるんですよ。僕はこのニューヨークブルックリンまで来て、わかります？これ言ってもね、僕ね一応2日後、あさってね、全米で生中継されるんですよ、 ESPN で。なのにもかかわらず僕は今下着の前にいるんですよ、下着屋の前に。でね、僕ね気づいたんですけど、なんかねちょっとねノリがね水曜どうでしょうみたいになっちゃうんですよねわかります？一回僕コメント書かれたことあって、なんかマックさんがそういうのやると水曜どうでしょうっぽいですみたいな。で自分でも思うんですけど、正直ちょっと美味しいと思ってます。以上です。なんですかこのペル。ウーバーを使って移動しております。マックさん何でしょう。サラダナイさん、こんばんは、お久しぶりです。お、北のしゃぶしゃぶ、お、仙台店さん、お、お久しぶりです。お元気ですか。お、田辺さんも、あ、着いた、しょい、しょ、お、お、着いた着いた、着いた。なんかちょっと受付でこれもらったんで開けます。なんか去年もね、なんかこれもらっ、おお、これも制服だ、ででー、もうキャプテンアメリカ感
やばくないですかこれ。うえー、これなんで42だか分かります？これはね、自分のベストスコアなんですよ。これちなみにあのネイサンズちょいメモすると、これ今年ちゃんとこのネイサンズってこれあるけど、これ去年ネイサンズあの発注が間に合わなくてユニクロの紺色のハーパンでした。で担当の人めっちゃ切れてた。でこれシャツね、これ多分明日着るやつで、これがスタッフパス、これが僕で、これが皆様のクルーのやつですね。チャギーン、これがネイサンズセット、これに優勝のあれがあれば完璧かな。まずチェケ裏がこれね、やつにベストスコア。なんか演技がいいんだか悪いんだか分かんないです、この番号。まあ今年変えればいいんですよ。確かにそうですよね。